った440円で簡単にできるアイドルまつげの作り方。ビューラーでまつげをしっかり上げてマスカラを塗っていくよ。ダマにならないように気をつけてね。次にこちらの最強新アイテム、セザンヌのクリアマスカラ R を使っていくよ。マスカラの仕上げに使うよう440円とか破格すぎる。上下左右にたっぷりと塗っていくよ。だんだんまつげの束ができてくる。最後仕上げにピンセットで丁寧に束感を整えてあげると、もっと綺麗なまつげにできるよ。簡単にアイドルまつげの完成。カールのキープ力もアップするよ。めっちゃ安いし、不器用でも簡単にできちゃうから本当におすすめだよ。